はい、手持ちのツムすべて紹介し終わるまで終えれません。続きましてはまたまたアナと雪の女王の今度はスベンから、スベンからじゃねえや、アナと雪の女王からスベンを紹介していきましょう。トナカイキャラですね。トナカイって動物園とかでも見たことあるのかな。とりあえずすっごいこうモフモフしている感じなんで、抱きついたらめちゃめちゃ気持ちよさそうだけど、獣臭も半端なさそうっていう感じがするんでね。何の話だよってね。走ります。あ、はい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 。まあこれはもうシンプルなツムって感じですね。シンプルに横ラインで消していくっていうツムです。なんで消えてないの。はい、っていう感じでしたね。ほいほいほい。あ、ちょちょちょ、なんか今日あれだな、手に油分が足りてないのか、全然あのスマホがスライドしてくれないですね。パカラ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 はおかしいか、効果音として。馬じゃないもんね、トナカイだもんね。まあこう大体なんて言うんでしょうね、こうディズニーとかに出てくるこういうそのなんか主人公とか、それからまあその第二の主人公的キャラが飼っているペット系って結構いい味出したりとか、意外と伏線張って活躍したりとかっていうのが多いと思うんですよね。で、僕はそのアナと雪、いやー7個削ったじゃん。アナと雪の女王は一応ワンツー両方とも見てるんですけどね。スベンもねワンでねいろいろと活躍しますよね。見たことのないやつの言いそうな感想。はい、見てるんですけどね、どうもね、こうスベンのちょっと印象があまりぶっちゃけ、まあまあ可愛いなくらいはあるんですけどね、まあぶっちゃけないな、オラフのインパクトが強すぎるんでね。うん、いいオラフ、絶対に人間と会っちゃダメよ。うん、わかった、こんにちは、キャーっていうね、ワンのねあのシーンがね。はい、ということでスベンはまあシンプルに横に走ってツモを消していくというスキルでした。では次回。